到着したよ。ここがこの世界の果て。本当に何もないんですね。けどどうやって進むの？どうするウズメ。まずい、みんなどこでもいいから捕まれ。なんなのよ。以前ウミオさん、そういえばギアッチ、こいつ、この数字、次元座標。話が早くて助かるぜ。ギアッチたちが帰った後、しばらくして今みたいな揺れが0次元全土で何度も観測されたんだ。でギアッチが改造してくれたこいつで片っ端から原因を調べていったら。その数値本当に動いたんですか？どういう意味だ？さっきも言いましたが、その数値は多次元空間上での0次元に位置する座標を意味しています。そして次元の座標というのは本来絶対的なものであり、数値が変動ですが、数値が動いているということならば、それはこの時期そうだったのか。けど移動ってどうして移動してるんだ？それに待ってください、その数値見覚えがあります。確かそれはこれが私たちの暮らす超次元の次元座標です。以前の0次元の次元座標は今の0次元の次元座標は、そうなると、ありません。次元の座標が動くなんてこと。けど動いてるんだよな。0次元に何が起こってるんだ？そういえば娘さん。ああ、そのことか。モンスターたちからシェアを得られるようになったおかげか、少しずつだけどいろいろ思い出してきたよ。ただ新しく作ったゲーム機を売るためにリヤカー引いて行商したり、販売が波に乗り始めたと思ったら生産が追いつかなくて頭下げてたりと。まあでもそんな記憶でもないよりはあった方がいいですよ。そうだな。けど俺としてはそろそろプラネデューヌ。プラネデューヌ、それがその姿、俺なの。ヤッホー、ネプキア、また会ったね。お姉ちゃん、やあ。てめえが誰か知らねえが、そいつはギアッチの国の。そんなことは当たり前さ。俺の国の延長線上にギアッチの国があるんだ。どういうこと？それは俺が、お前が、てめえ何を知って、君の知らないことすべてさ。そうだね、例えば異なる、特別に教えてあげよう。そうなると二つの次元はどうだい？至ってシンプルな回だろ。超次元が見るか。さてはネプッチの誘拐もダーク女神も、残念だけ
ど、それはまだ答えられない。それにギアッチ、秘密結社から取り戻した元気を。目的は何ですか？質問に質問で返すなんて感心しないな。君はあんたね、アフィモージャスたちやゴールドサードを利用し、よく気づいたね。正解だよ。さすがプラネテューンの情報部員。何が目的か知りませんが、あれは絶対に渡せません。まあいいさ、手間はかかるが後で回収すればいいだけだ。待ってください、どうしてお姉ちゃんたちをさらったんですか？ああ、そういえばそうだったね。けど時が来たらちゃんと返してあげるよ。いい感じに仕上がって。待ちなさい。